川島動画チャンネルです。はい、はい、おはようございます。どうも、今日は川島動画チャンネルの休日の過ごし方です、はい、ですはい、というわけで今日はね、お買い物にね、これから行きたいなと思っております。はい、向かいましょう。今日ちょっと行きたいお店がねあるんで、そうだね、向かいたいと思います。はい、行ってみよう。はい、到着しました。めっちゃ混んでたけど。やばいね。めっちゃ混んでる。あーちゃんもいます。あーちゃんもいます。しおんさんめっちゃ混んでます。はい。本日来たのはこちらです。コンビニでーす。イエーイ。めっちゃ混んでたけど。新大久保まで行かなくていいよって。めっちゃ混んでたけど。並びましょう。しおんさん、ちょっと並びます。うん。すごい人ですわ。なんて懐かしい遊びをしてるんでしょう。あ、ママ買った。一斉の四。四ないよ、三だよ。一斉の四。ねえ。もうダメだよ、はい、しよう。1世の3。お、やった。1世の2。青。1世の2。よし、よかった。もう一回やろう。まだ並んでいます。どうすか、お店の中。なんかすごい。お店の中どうすか。すごいですね。いや、あれ、海苔だよ。海苔か。じゃあ、奥。奥はお菓子だね。やっとこの辺くらいまで来ました。ママ1位だから、近かったな。え、すぐなんてもうすぐで入りません。もうちょっとだよ、もうちょっと、もうちょっと。花、これ、あ、お花の、お花のマネキンだよ。府中にあるよね。あともうちょっと、もうちょっとっすよ。ここ涼しいよ、ここ。ここ涼しい。はい、出入り口だよ。出口か。それ出口、そこ出口だよ。出口涼しいよ。あんちゃん、ここ行きたいよ。もうちょっとだよ。だってね、キキ。もう片っ端からカゴに入れてね。いや、片っ端からは入れないけど。BTS チョコだって。やっと入れました。カゴはじゃあパパが持ちましょう。マスカット。あら。なるほどね。いいね。一人前。ああ。これ買ってこれ。これ買って。使って。ああ。おお、すごい。すごいね。ニラキムチ。どこ？そしてバーキオ。やば、これなんてどう？青唐辛子の醤油。やばくね、これ。死んじゃう。あ、上行きたいんだって、上。先にじゃあママ上行こうか。いいですか。ああ、いいよ。はい。怖い。すごい。いい眺めで、ほら、いい眺め撮ったか。すごいねー。え、これめっちゃ可愛い。可愛い。可愛いね、これね。ほら、こんな感じ。可愛いじゃん、これ。美肌毛穴隠し。パックマン。いいね。あ、見て見て、ラーメン。ラーメンです。なんかみんな辛そうだ。みんな辛そうなラーメンなんだけど。なんか下はね、美味しい。ああ、美味しそうだね。最後もね、辛そうなの。こっちもね。ああ。こっち美味しいの。まあ、日本でもよく売ってるやつもあれば、ここでしか見たことないような、こんなの見たことねーっていうのもね、いっぱいあるよね。これ全然見たことない。すげえ。これ何分茹でりゃいいん？4分ぐらいかな。あ、書いてある。日本語でも書いてあったわ。
へぇ、超辛そうじゃない。辛そう、味って書いてある。一個買ってみよう。海苔ですね。韓国海苔、韓国海苔ってこんなに種類あんだね。ね、やばい。これさ、刻み海苔かな。こっちとさ、後ろ見てみよう。こっちにもあるよ。やば、海苔だらけだよ。こっち味付け海苔だ。あ、味付け海苔か。へぇ、でもこっちは韓国味付け海苔。面白い。すごい、めっちゃ種類ある、ね、面白いね。面白い。韓国といえば海苔巻き。あ、キンパ食べたい。キンパ、あ、キンパか。キンパ、え、冷食、冷食、あ、ちゃんじゃが、ちゃんじゃが売ってます。辛そうですね。エビじゃん、これ買おうっと。餃子、あれでもこれはね、普通に買えるよ。コストコとかで売ってる？あ、違う、普通にスーパー。あ、こっちだ。こっちは、こっちはスーパーで売ってる。こっちは売ってないかも、わかんない。いや、面白いのいっぱいあんな、ね、韓国版コストコみたい。ほんと。肉チヂミだって、チヂミとかいいよね。おつまみね。あー、こんなのもあんだ。うん、カップラーメンでいちいち。こっちもね、辛そう。なんかこれさ、めっちゃ売れてるよ、この焼きそばみたいの。ユッケじゃん。あ、辛そう。もうみんな、もう私が食べそうなやつばっかり。それ美味しそうだね。これってなんか醤油ラーメンっぽい。ああ、でもユッケじゃんカップ麺って書いてあるの。あ、見て、ここ売れちゃってるね。チーズポッキー。ああ、買ってみたいね。チーズポッキーだって。いいよ、買っても食べるんだったらチーズだ。はい、どうぞ。マシュマロみたいなやつ。マシュマロ？トッポギでしょ？かなとくん、トッポギをマシュマロと勘違い。あれはトッポギです。お餅みたいなやつだね。キムチチャーハンの素だって。面白い。本当だ。スナック菓子もこんなにやります。ユッケじゃん。あ、さっきのやつだね。次みたい、なんか。これね、ちょっと欲しい、これ。ん？買う？ああ。美味しそうやね。すごい、こんなの持ってるよ。うめ。あ、すごい、ビーバーの器とかも売ってるね。ほんとだ、すごい。あ、これ知ってる。それ何それ？4種類ぐらい？ジュース？どこに？ほろろ。蜂蜜、生姜茶。あ、こっちはお茶か。そう、こっちは柚子とかお茶。こっちはお茶系が並んでおります。はい。さあ、結構入れたね。ね。くぐやるわ。ね。じゃあお会計しに行きましょう。はい。お店出ましたけれども。はい。結構買ったんじゃない？超買ったよ。ああ。すげえ買った。何買ったか。はい。改めてお家帰ってみたいと思います。はい。帰宅。帰るぞ。はい。帰るぞ。はい。楽しかった。楽しかった。はい、というわけで帰ってきました。はいはい、すげえ。今日買ったものはこちらでーす。いっぱい買ったね。はい、全部をね、一個ずつ紹介すると大変なんで、はい、ちょっと何個かフューチャーして紹介したいと思います。はい、まあ、みちょはまあ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 普通でしょ。このね、子供たちがね、飲みたがってたジュース。ジュース。これなんだっけ？ポロロ。ポロロ。あーちゃんがいつも見てる。ポロロの、なんか4種です。いちごとブルーベリーと、リンゴとミルク。で、パパは辛いのが好きなんで、この、なんか辛そうなラーメン買いました。はい。はい。で、あとこれ、ヤンニョムエビジャン。これね、食べたかったんすよ。あー、うまそうね。これいいでしょ。後でお酒のおつまみにしたいと思います。そして値段したよこれ。あ、はい。そしてこれ2000円ぐらいしました。そしてこれね、ニラキムチ、これ食べてみたかったんすよ。結構買ってる人多かったね。うん、はい、こんな感じです、パパはね。はい、はい、で、子供たちはね、やっぱジュースとお菓子だね。そうだね。これなんか結構 YouTuber さんがね、動画にしてたりするんで、気になってたんでね、買いました。そうだね。美味しそうだね。こんな感じです。あとママがこういうね、なんかちょっと甘い、美味しそうなやつと、あとはパックですね。パックね、はい、うん、買いましたっていう感じです。
コーヒーもです、ね、はい、こんな感じでね、あとカップラーメンも買いましたし、なんかジュースもね買いましたしね。そうだ、なんとかそうだ。はい、というわけで、もう値段気にせずね爆買いっていう感じで買ってしまったんですが、合計金額はおいくらでしょうか。合計が、はい、9563円でした。あー、1万円届かず。ちょっと届かず。もうちょっとパック買えばよかったかな。はい、まあ1万円チャレンジとかではないんでね。はい、別にね、行ってようが行ってなかろうが別にねいいんですけど。はい。ダーシマ動画チャンネルオリジナルグッズ好評販売中。初めてコンビニ行ったんですけどめっちゃ面白かったっす。ね。はい、また行きたいと思います。そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。ダーシマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。Thank you.